渋沢知らずは、不和大輔を中心とする日本のビッグバンド、略称、渋沢。1989年結成。当初から大型バンドを志行して、ダンサーチームも帯同。代々木を中心に、ライブ活動に明け暮れ、多くのジャズミュージシャン等が出入りする。1993年発音源を発表するともに、同年には公演の場を西日本まで拡大する。 アンダーグラウンドシーンでの活動や海外公演も行いながら2001年フジロックフェスティバルに参加しライブアルバム渋タを発表2006年にはベストアルバム渋前にてベックスからメジャーデビュー1989年8月アングラ創造集団発見の会の公演リズムの劇ともを依頼されたフワダイスケが客席が 空席だらけでみっともないので、バンドマンをたくさん集めて埋めてほしいとの提案を受け、結成。同年9月18日、吉祥寺マンダラにて、初ライブ。ダンサーチーム、ちぶさ知らずも結成され、ジャズ、ロック、ダンスミュージックなど多彩な音楽性を備えたバンドに、発展。翌年から代々木を中心に、代々木地下活動と呼ばれるライブ活動を活発に、行う。 メンバーの理合集散を繰り返しながら1993年4月1日に発音源を発表。同年に舞台美術家も加わり、巨大なオブジェがステージに登場するようになる。関西方面へも活動の場を広げたのもこの年である。京都大学、法政大学、同志社大学、大阪芸術大学、和光大学等大学での講演も積極的に行う。 1994年以降、天幕渋沢と呼ばれるテント公演を実施する。1995年には、初のスタジオ音源、BE クール発売。1997年以降、第二世代と呼ばれる若手ミュージシャンの参加が活発となる。また同年とぶ基調フリーコンサートにも初出演。1998年に、初のワールドツアーを実施。日本は元より、 欧州を中心とした各国でも公演を行う。2001年にフジロックフェスティバルに初出演、絶賛を浴びる。同年発売のライブアルバム、渋バタもロングセラーとなる。同作は、ジャケット画を、知り上がり久志しが担当したことも、話題となった。2002年以降、動員数を着実に上昇させ、公演会場も数百人単位のライブハウスに、拡大してゆく。 2005年にはテント公演を収録した天幕宇宙をかける等映像作品のリリースが活発となる。翌2006年ベストアルバムシブゼンをエーベックスから発売しメジャーデビューを果たした。現在もライブ活動を中心に精力的に活動中。シブサは中心人物のフイ大ケがジャズベーシストとしても活動していることからジャズバンドに カテゴライズされることが多い。しかし、管楽器部門の中には、前衛音楽的アプローチやチントン演奏がある。また、ギターやキーボード等は、ロック的な要素も持つ。さらにダンサーたちは、キャバレーダンサー、暗黒舞踏画、サンバダンサー等様々な背景を持っている。渋沢の楽曲は、大半が、気楽曲であり、基本的にはシンプルなフレーズを徐々に音圧を上げながら、 延々と繰り返すことで構成される楽曲が多いが、カオティックなサウンドで何を演奏しているのか理解、できないものも多々ある。またタイトルにユニークで意味不明なものが多い。そのメロディーラインは口ずさめる程度に、単純なものも多く、オーディエンスを交えた大合唱はライブにおける一つのハイライトである。こうした楽曲構成には、ふわと進行のあった。 サックスプレイヤーの篠田正井が語った、ユニゾンは深いんだよという言葉が大きく影響している。なお、フワはジャガタラを宇宙一好きなバンドと発言している。代表曲他渋沢はメンバーが多数存在し、それぞれが多くのプロジェクトにも関わっていることから、バンド内バンドと呼べる変則的な編成で活動を行うこともある。代表的なバンド内バンドは以下の通り、渋さにおいては、 一度参加したメンバーは、以後永久にメンバーであるとしている。また対湾相手を自身の演奏に参加させることも多いため、歴代の全メンバーは100名以上に及ぶ。ここでは、結成に寄与したメンバー、現在中心となっているメンバー等を歴史する。たた数なお、不和は、小編成、中編成ではベースを演奏することが多いが、大編成においては、四季に専念している。 ここでは他のプロジェクトでも著名であるが上記定義によって渋さの一員でもあるメンバーを歴史する。た多数、ありがとうございます。